夢ずっと前また来た方に I know him. There's something better. Hello, everyone. We are going to react again to Shimura again. Grandma Hitomi. Yeah. So let's watch. Hey, I'm tired. What?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  Hey, I'm tired.ごめんなさい、今日私あの田舎から母親来てるんで。あ、そうなんだ。あ、じゃあ森下行こう。いや私はあのこれからデートなんです。いいの？大丈夫です、本当にすいません。また今度誘ってください。はい、そっかな。はい、じゃあまた今度だな。はい、じゃあお疲れした。はい、あ、課長ちょっと脇のとこほつけてますよ。 His dress is so disrupt。 これもうこれさ、これもう10年ぐらい着てんだ俺。ああ、そうですか。うん、だな、これ作った時はあのオーダーメイドって言ったら、これ高かったんだよ。すいません。めっちゃ、ほんと高いんですよ。あ、そうなんですね。うん、まあまあ、いいよ、じゃあ、また今度飲むか、な。はい、わかりました。すいません、お疲れ様でした。これ高かったんだよ。 I need to find the... This way? やったな、これ、こんなほつれたのな、これ10年も来たらこうなるか。ん？テーラー。テーラー。おお。これ作っちゃうかな、セビロ。Is that 12 yen? うん、作っちゃうか、テーラー。Every。思った時作った方がいいからね。よいしょ。はい、こんにちは。はい。新聞は間に合ってますけど。ちょ、新聞の会員じゃないんですよ。はい。ここ洋服屋さんですよね。はい、そうでございますね。人見て申しますね。だからちょっとあの洋服背広を作ろうかな。お客さんでございます。どうぞお上がりくださいませ。あ、そう、お客さんか、よかったよ。おじいさん、お客さんだよ。ありがたい、ありがたい。She's happy she finally has a customer. She thought he was gone. This store is just one person. I am Hitomi. If you call me Hii-chan, I'll get back to you. Let's go Hii-chan.前はもともとはおじいさんはですね、呉服屋やってたんですよ。呉服屋を。呉服屋さん。はいはいはい。創業が明治3年でございましてね、長いことやってたんでございますよ。はい、だからこのテーラーでも呉服屋さんの。そうでございます、そうでございます。なんてまた、まあ、あの時代には勝てないんでございますね。今のこの時代は若い方がなかなかあの着物というものをお召しにならないもんでね。そうでございますか。だと言ってね、あのおじいさんがずっとやってた店を私の代で潰すわけにはいかねえよね。じゃあちょっと考えたですね。そしたら、あ、そうだ、洋服屋がいいじゃねえかと思って。印象もらえそうでね。そうだ、一目でございます。グラマヒトリ、申し上げます。末永くよろしくお願い申し上げますね。ちょっとお待ちくださいまし、すぐ終わりましてね。そうでございますか。Where is she going? もしもし、あの三丁目のテーラー仁美ですけども、あのうな重を二つお願いできますか。できれば気持ちもあった方が、わかりま、はい、よろしくお願い申し上げますね。今うなぎが来ますからね。お腹空いてないからね。いや、サービスでございますね。サービスだよ、早いのまた。早いのが取り柄でございます。夜も来てすぐだね。はいはいはい、ご苦労様でございます。気持ち空いですね。気持
んだ、グランマジャさん、ありがとうございます。お値段はおいくらになりますかね。5000円になります。5000円ですか。はいはいはい、ちょっとお待ちくださいませ。はいはいはい、the little look, look, that's his thing. If to pay, that's his jacket. She was gonna pay with his money.私はまだ昼飯食ってねえんだけど。いや知らないよそんなの。お腹いっぱいなんだから俺はもういいから。じゃあうなぎ後にしますか。あとまず一回背広作って。ああそうでございますか、うん、せっかちなお客様でございます。せっかちじゃないよ。もう待たなきゃいけないわけ、ひーちゃんがうなぎ食べるの。いやいや結構でございます。そうでしょ、うん、じゃあ生地をまた選んでもらわなきゃいけないけど。 I think so, yeah. この姿見の方でどうぞ、こちらへどうぞどうぞ。大丈夫大丈夫でございます。はい、こちらお立ちくださいませ。はい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 。Oh, even that mirror is, even that mirror is. このスペースが一番安くなってます。これだけ見るの？今じゃ生地をね、どんな感じ？そうね、ございますかね。What is that? He has a map with a horse. With his jacket. She uses his jacket. You mean stinky that one, no?どうせ作るから、どの辺の生地がよろしくございますですかね。この辺なんかいいんじゃない、これ。ああ、さすがお客様、目が多分ございます。ああ、これならね、派手でもなく、地味でもなく、なんかどよりしてこう、くすんでてなかなかね。It's a really sweet thing. サイルコンのどよりしてくすんだら。これ、あ、これや、これ今年の流行りでございます。あ、そう。触ってごらん、ウールだよ。いや、知らない、そんなの。いいこれですか。間違えないでね。これですね。はいはい、808でございます。808ね。はいはいはい、わかりました。で、ひーちゃんね、はい、これいくらぐらいかかるんだろう。軽く見積もりでございます。お願いします。これはですね、8万とうなぎが5000円で8万5000円になりますね。なんで5000円のうなぎ入っちゃうわけ。ご注文なさったでございます。いや、サービスで言ったでしょ。サービスなんで5000円入るわけ。これダメでございます。ダメだよそんなの。だからもううなぎは払わないから。うんうんうん、ね、8万8万8万な。じゃあうちは5万しか儲からねえだけでも。結果3万5万も儲かる。じゃあ中取って12万で上がってるじゃん。そこじゃあ5万ということで。5万、いいですか。あ、まあまあいいよ、妥当だね。5万でいいわ。はい、わかりました。お客様、早速でございますけど、寸法を測らせてもらってよろしいございますか。寸法ね、分かろうか。寸法を測らせてもらって。She's gonna measure me now. 申し訳ございませんことでね。冷てぇなぁ。自分で決めそう、決めたんだから。
も使えるけどさ。いや、すいません、あのシャツ脱いでもらってよろしいございますか。シャツ脱ぐ、うんうん、いや、上からじゃ、あの正確なあの数字の方はあのリットしますからね。上脱いでもらった方がね、それ一生もんですから、うちはもう。そうね、まあまあまあいいよ。そうでございます、正確にね、かかってもらった方がいいからね。よろしいございますか。じゃあこれを、はいはい、はい、そうでございますね。私どれ、じゃあまず最初にバーリから失礼こきますでね。はい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 、ずいぶん君が細うございます。違います。ずっと知らないのほどだったよ。あ、そうでございます。ちっちゃい。ちっちゃげー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 。これでこうあれゃよかったですね。96でございますけど、よろしくお願いします。96、はいはい、じゃあ腹回り、腹回り、腹回り、あら、こらメタボだな、まあまあね、こらメタボだな、もういいよね。98ね、じゃあ今度からケツ回り、ケツ回り、はい、ケツ回りちょっと。おい、おさえんだ、おい、おさえんだ。なんでこれ、なんでこれ、さわ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 。シュモロケン、早く押すんだ。むずしちゃう。シュモロケン、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 ポンポンポン測ってよ。じゃあ今度また下剥がしてもらいますし、ね、すいません、ズボン脱いでもらえますか。ズボン脱ぐ、正確に測った方が一生もんですからね、フィットしますからね。Because I know Shimura Ken, I know him, eh? My... I know him, eh? Can I do something better? I knew it. I knew him.